よ。天下の何が見える。わしを止めたくは相応の大使を示せ。互いの道譲れぬものならばいざ勝負だ曹操よ。私はお前にだけは屈するわけにはいかぬ。誰ぞ援軍はおらんか。疲弊したままでは勝てる戦も勝てぬ。一度引き心身を休めるとしよう。これで勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。あなたは出番じゃぞ。飾って先行を立てよ。おいじいさん、お前の相手はこの俺だ。間違えんじゃねえ。本当の戦というものを見せてやるわい。いよっこがピーピーと騒ぎよい。艦長が黙らせてくれよ。ああ、やれやれ。じいさん、そろそろおとなしくしてもらうぜ。ああ、俺に聞きまいだ。張り切ってんな、おい。島まで気合が入ってきちゃうぜ。様が素通りは許さねえぜ。好き勝手してくれちゃって、まあ、あいつを止めるのは俺の役目ってとこかな。喧嘩なら買うぜ。ああ、売ってやる。大安売りだね。たっぷり味わいなよ。たぎってきたぜ。若くするね。見事だな。足をも震えさせるほどの戦ぶり。全然殴り足りないね。まあ今日のところは勘弁してやるよ。この喧嘩たんつけとくぜ。敵将撃ち取ったよ。そうそう、狙いは私であろう。ならば勝負だ。
ここで劉備を倒さねば乱世は長引こう。これがわしと劉備の定め。我が将兵たちを猛陣たれ、総力を挙げて敵本陣へと攻め上がるのだ。勇猛果敢な将兵たちよ、今こそその部で戦場を席巻せよ。さすがだな、いい戦いぶりだぜ。始まるよ。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか。勝負だ。覚悟しろ。悔しいな。ここは引かれば。敵将撃ち取ったよ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。熱くなってきたぜ。楽しそうだな、孫策。君はそうしている時が一番輝いている。出過ぎたようだ。千両の輩に負けはせん。周公金が相手となろう。覚悟。教育を受けた私だ。相手の裏をかくなどたやすいことよ。自分はただ与えられた任務を果たすのみ。勝者、その記憶に刻みつけておけ。お前を阻止するのが自分の任務。覚悟せよ。なんとも野蛮な戦い方だな。この勝者が洗練された武を見せてやる。おお、いい戦いだ。俺たちも続かねばなるまいな。師匠殿の怠け癖が治ったのかしらね。一過性のものでも喜ばしいこと。兄者の前で恥ずかしい戦はできぬ。この劣勢すぐさま覆してみせましょう。関羽、貴様は毛徳にとって危険すぎる。今ここで撃たねばならん。
戦の勝敗は最後まで分からぬもの。勝利を確信するのは早すぎます。見苦しい悪あがきだな、諸葛亮。おとなしく滅するがいい。進め、我らの覇気で勝利をつかむのだ。私の知略に勝てるとは思いか。援軍とは助かる。お前には借りができたな。ご心配おかけしちまったみたいですね。ま、見ててくださいな。すぐ逆転しますよ。私は聖者、あなたの命運はここまで。竜兵士だ。相手の不足なことは、そこは許してほしい。一番勝負のことは何しろ私の本音を知っているのだから。自分の器を知るなら戦に出るのが一番だ。真剣勝負だし、私は私の役目を果たすだけ。これこれ戦場に立っている。若くするね。儀式のことに動じてはおれん。ああ燃え尽きないな。これ今私の新参の前ではあなたは無力です。やるなぁ。俺もやらないとダメだよな。どれ、戦局を決める一手打つとしよう。赤くするね。変わりそうだね。じゃあ俺もがむしゃらに戦うとしますか。次こそは我が知略でお前を倒す。援軍とは助かる。お前には借りができたな。私は負けるわけにはいかぬ。旅のため、仲間のため、我が志のため、これぞ天の助け。力で頼みますぞ。さすが真の三国無双は一味違いますな。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。本運行の刃受けていただこう。これ逃げちまうよ。これ引かせていただこう。敵将討ち取ったよ。進め、我らの覇気で勝利をつかむのだ。見事な手紙であった。俺たちも使命を全うせ。若くするね。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。ほう、いい戦ぶりだ。俺たちも続かねばなるまいな。
このままではまずい。こっちは苦戦などしていない。が、お前の救援には縁を。俺たちも公式だろうかい。冗談きついってろ。ぶりだな。我が軍の者にもいい刺激となる。者ども耐えよ。ここが正念場だ。援軍とは助かる。お前には借りができたな。俺が苦戦してるように見えたか。いや内緒だがな。そりゃ敵を欺く策だぜ。家族みんなの幸せが私の幸せさね。